じゃあ、あ、それでさっきのちょっと補足なんだけど、さっきそのランキングトップ10って話してて、で、まあ、それはそもそも、あの、今売れてるものをさらに売るにはってことで、そのトップ10を最優先しますと。で、5つあって、あの、新商品の中でのおすすめっていうのを、各お店にいる IT リーダーが選ぶということになってて、まあ、僕だったら視覚系的な位置づけになるかもしれないけど、で、売れてる、売りたいもの、売れるものを売るっていうスタンスの位置づけで、新商品のおすすめっていうのも、あの、同時にやってます。ちょっと、同じタイミング。あ、決めた。役割とした。あ、それね。はい、じゃあ、イベントの、話をします。で、ちょっとその、どんな内容にするかって言ったら、結構こう、なんか、時間かかっちゃうから、もう、ある程度決めた中で、もうグループ分けして詰めるっていう流れにします。まあ、その中で別にこれが絶対じゃないから言ってもらったらそのちょっと変化はかけてるんで、一つがお子さんにサンタの衣装で撮影会、もう一個が前回の発表があるみたいな、例大会が発表、まあちょっと前のタイミングから聞いてみたいな、それに合わせる、あとまたガラガラ抽選会とか、であとはもう、これまたちょっと規模とかも修正したいんだけど、中古ワゴンの詰め放題っていうのは、またちょっと、中古の売り上げもちょっと考えたんだけど、あと、時間帯も終日できるから。18日から、サービス店から、これは3日から。で、大きくこの4つを、まあ、イベントの、どんなイベントするかっていう中での打ち出しとして、4つあるから、これをちょっとグループ分けして決めようと思うんだけど、ちょっとそこを置いといて、まずグループ分け、青木くんと松永のグループ、川島さんとミスミで、高池と郷原さんっていうチーム編成で、このまず3つをちょっと概要詰めていきましょう。やってみたいと思います。ガラガラ。あ、そうやね。そうやね。ので、まずちょっと変えましょう。
分まずちょっとてっぺんに考えてほしいのが、まあ、このお題の中で、当日どういうふうにするのかっていうのをまずちょっと具体化した上で、じゃ今の現在からここにかかるまでの事前準備をどうしますかという感じで、ちょっと話し合って決めてもらいたい。それでちょっと時間使って決めましょう。はい、お願いします。でこの前6時とから抽選会6時からしたらちょうどシフトの入れ替わりでなんか時間を押したりしてたけちょっと今回5時に前回も踏まえて決まり事というかで、あと前回10時にしてたんだな、夜はあまりにもちょっと少なかったけどちょっとまだ客数の9時にするとルールっていうかっていうのはこの回ですあそこ、吹き抜けんとこ、今、縦看板を置いてるの告知の縦看板、段ボールに置いてたり、そこから吹き抜けんとこ、階段降りてって、踊り場があるの、あそこのこうなんか告知のボードを置いてるやん、いっぱいなんか、あそこの壁とか。もしくはどっかの壁際に、なんか、紙を潰すかなって感じです、この機械が。例えばもう今のアミューズ見てるところの後ろとか、また多分あそこを開けるから、体がちょっと、そこのアミューズの方がまた使えて、プレーできるから、そこの壁面の。あ、けど一個掲示板出てる。って考えたら、あそこの壁のところがいいかな。前もなんかしてたのもあったと思うんだけどね。スタッフのコミュニケーションもあるし、いいかな。で、お店で張り出すようで、掲示板で掲示板がね、これ持ってっちゃう。ただあれが18日前ぐらいに、中杯で20ケースもだけもう1ケースでさ、すごい嬉しいんですよ。嬉しい嬉しい。ちょっとクリスマス前のパーティーとかやってくださいみたいな。それちょっと目玉ですね。3ケースで6ケース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 。まあまあだけど時間で1回当てるとしたらもう6ケースとか。もう全部使ってもいいですよ。みんな買ってきてもうだいぶ1本とかで外れた人に雨で1それもだっけ賞をつけるんだったら話してないからよ。で難しいやん。でまず年齢分けないかも。まあ何日かは張り出してその中で、もう極端に賞を減らす方がいいかもしれないけど、例えば10人だったら、だとしたら、そのうちの半分ぐらい賞があったとしたら、なんかちょっとなんでかみたいな、残り5が強くなると思うんじゃね。だからもう1人2人とか、しといて、諦め感を出す。ある程度もう仕方ないかも。こんな風に撮るんだみたいな感じな、事前の写真は一緒。だから子供にしたんで、何とかだし、とりあえず使うやつみたいなのがあった方がイメージしやすいんですよ。
借り切れない、全部貼った方がいいと思うんですよね。それやろ、全部で。最終的に、なんか、いい映像みたいな。そうそう。雰囲気写真。そうか、こうしちゃう。また、誰かっていうか、子供連れてくる。なんか、ああ、言うたいけど。ぜひ、事前に撮ることとか考えたら、前回の会もあって。前回は、あとは、ね、まあ、マニュアルというか、じっくりやっちゃう。こういうふうに書いているとき、斜面で言えば、店内で買い出して、どうしても欲しい人よりは、この買い出しが終わるとに反発しますので、まあ、1週間後に、それから、今何ですか言いたいんじゃないかな。